おはようございます、ドンです。今日はですね、僕のこのエブリークにね ETC をつけていきたいと思います。このねエブリーなんですけど、買った時に、まあ、中古で買ったんですけど何もついていませんでした。ラジオだけ、スピーカーもなければカーステもなくて、それでねカーステはね自分で中華製買ってね取り付けたんですけども、スピーカーね、まあバッフルから全部自分で取り付けて DIY してね、まあ Bluetooth で飛ばせるようにね、まあ自分でやったんですけども、まあ、ETC もねついてなかったんで、とうとうねようやく ETC 買ったんで、これからねつけていきたいと思います。ちなみにね、こっちのジュリアはもう買ってすぐですね、まあ、セットアップだけ頼んで DIY で僕がね取り付けていますんで、まあ、不便なくね高速にね乗ることができます。これからね ETC DIY でね取り付けていきたいと思います。まあ、買ったのは三菱の Amazon で一番最安値ですね、セットアップ込みで。ちょっと残念だったのが、まあ、このアンテナ分離型でアンテナにダイオードがない、まあちょっとしたね、まあねちょっとねいいやつだったらここにダイオードがついていて、まあ、赤のランプと緑のランプつくようになってるんですけど、これでねアンテナが緑だったら問題なくね通過できるっていう視野認識性に優れているものがねあったんですけど、これ最安値で買ったんでついていませんでした。まあ本体には、本体ここにね LED の確認のランプが多分あると思うんで、これでね認識できてると思うんで、これを視野性のねいいところに配置ねしていこうと思いますね。分岐タップ買ってね電力分配しようかなと思ったんですけど、これ付属品でねついてましたね、分岐タップなんで、これからね接続していきたいと思います。接続は至ってシンプルで、これねマイナスアース、これボディ側にね NH 止めするだけです。であとは、プラスの電源ですね、これを噛み込ませるだけ、これでね電力をね供給してもらえるんで問題なくね接続できると思います。ただ常備電源抜直にしちゃうとずっとね電気が流れっぱなしになっちゃうんで、必ずねアクセサリー電源にねつなぐ必要があります。アンテナの位置は車検のなんかこの黄色いシールの、まあ、真ん中ぐらいにね貼っていこうかなって。配線の取り回しは、まあ、この上の天井を伝ってこのピラーの横通ってね、で下に出して、まあ、この辺にね配置したいと思います。周りガチャガチャいろいろついてるので、まあ、外していきたいと思います。
ー